七ヶ浜国際村は、宮城県宮城郡七ヶ浜町の仙台湾を見下ろす、高台にある、コンサートホールや、資料館などを要する七ヶ浜町立の複合施設で、ある。同施設の近くにある、高山外国人避暑地が、高山国際村とも呼ばれているので、近同に注意。明治時代から、北洋漁業、高山外国人避暑地、海水浴場などで、 国際交流とリゾートの歴史がある七ヶ浜町がリゾート法に後押しされてリゾート開発ブームが起きたバブル景気機に設置した施設。高山外国人避暑地や宮城県内最大の海水浴客数を誇る小武田海水浴場などを見下ろす松島丘陵場にあり施設の様々な場所から太平洋を望むことができるようになっている。直発経路はないが 直線距離では近くにある七ヶ浜町役場や七ヶ浜町総合スポーツセンターなど町の中心地に近く町のイベントが様々行われている。恒例のイベントがゴールデンウィークや夏休み期間を中心に開催されており、仙台都市圏における文化需要の拠点の一つとなっている。1998年に当館の建物が公共建築百選に選ばれている。 また、2008年に、当館の文化事業に対し、財団法人地域創造が主催するジャフラアワードにおいて、総務大臣賞が授与されている。毎週火曜日休館。年末年始の休館期間は12月28日から1月4日。開館時間は9時22時。かつてギャラリー会物語とプリマスハウスは、入場有料で、共通券大人300円。 子供200円だったが、無料になった。プリマスハウスカンナギ神社。木の精霊像が御神体として中央に置かれていた。自家用車の場合は、七ヶ浜町内を一周する宮城県道58号、塩釜七ヶ浜多賀城線を走ると、道沿いに案内看板があるので、それに従って進む。バスは本数が少ない。なお、イベント開催時に、 多賀城駅から臨時バスが運行される場合がある。ありがとうございます。